翔と、こんにちは、ブラクラです。2020年3月7日土曜日、この日は早朝から JR と筑豊電鉄を乗り継いで筑豊勝木電停まで移動しまして、でさらに1キロ歩いて福岡県北九州市八幡西区の西鉄バス勝木営業所まで歩いてきました。で JR と筑鉄に乗った様子は別の動画をご覧ください。さて、この日は土曜日の早朝ということで、西鉄バス北九州の中で土曜日の早朝に運行されるバスに乗ってみました。それではご覧ください。さて、もう少し話を補足しますと、この、勝木営業所、西鉄バス勝木営業所がある場所は1985年4月に廃線となりました国鉄勝木線の勝木駅があった場所です。で東向きバス停の、東向きバス乗り場の近くには真勝線の勝木駅であることを説明している看板も立っています。かつてここから黒崎経由で、全て下道経由で、小倉駅まで行くバスも、早朝を中心に多く運行されていたんですが、今では都市高速経由の快速と、今からお話しする143番が残るくらいです。そして西鉄バス勝木営業所始発の福岡駅高速バス仲間号も、この撮影数日後3月13日の運行を最後に廃線となりました。さて、2020年3月7日土曜日6時42分です。今からこの6時44分発の3次ランプ入り口行きのバスに乗ります。今から乗りますバスは行き先番号143番、下高尺黒崎インター引きの口、都市高速経由3次ランプ入り口行きです。北九州都市高速道路を走ります。じゃあまた今回もこのスライドを使って西鉄バス北九州143番バスについて簡単に説明をします。まず西鉄バス勝木営業所を出たバスは、黒崎インター引きの口まで約 6.3 キロ、小峰、そして高尺などを通って、須賀具バス停に停車いたします。そして黒崎インター引きの口を出発したバスは一気に北九州都市高速道路を走ります。黒崎ランプから三次ランプまで約10キロの距離です。しかも都市高速上に高速皿倉山ケーブルというバス停がありますので、そこにも停車します。さらに三次ランプ入り口バス停を通過したバスは、小倉駅バスセンターを通って、小倉記念病院や青葉車庫まで参ります。で西鉄勝木営業所から一番遠い青葉車庫までは1時間21分で、バス運賃も820円、都市高速間だけでも16分370円とかなり遠い距離を走るバスです。西鉄バス勝木営業所を出発したバスは、高速千代ニュータウンバス停に乗り換えができる千代4丁目バス停を通過して、さらに進んでいって黒崎インター引きの口バス停に着きました。まもなく北九州都市高速道路を降りまして、終点の3次ランプ入り口バス停に到着しようとしております。そしてそのバス停到着前に、道の向こう側からは八幡高校と掲げた八幡高校シャトルバスが到着しようとしておりました。残念ながら、お客さんはゼロでした。ちなみに、この同日の143番3次ランプ入り口行きのバスのお客さんは私の他に4名でした。運転手さんもですね、途中のバス停で、このバスは黒崎駅には行きませんよと注意喚起するほど、なかなか面白い区間を走行する路線です。黒崎インター引きの口で降りたお客さんが1名で、そしてその後都市高速間で私の他に3名いらっしゃいまして、お二人は高速皿倉山ケーブルで降りました。でもう一人は、3次ランプ入り口からタクシーに乗り換えたお客さんで、3次ランプ入り口のバス停にはですね、南側には八幡高校もありまして、学校がある日には通学量も少なくないと思います。一つの便、1便にバスにいろんな目的を持ったお客さんが乗り合わせるのもですね、路線バスの面白いところだなと私個人的には思います。さて、この動画はここで終了いたします。福岡の路線バスや鉄道で扱ってほしいテーマなど、ぜひぜひお気軽にコメントしてください。それではさようなら。